取られた瞬間、あ、やられた、その取り方があったか、普通にこう叩いてしまいましたね。全く我慢もしてなかったです。その時前田さんに、船木どうしたんかなって俺思ったよ、こんなんで試合して大丈夫なのかなって思ったよっていう風に言われたんですね。バカじゃないかお前って、これから戦うのにそんなんじゃダメだぞ、そんなことを言われた記憶もあります。桜庭和志戦についてをお話してみたいと思います。2007年の12月31日、K1 ダイナマイトですね、京セラドーム大阪で行われました。当日はですね、そのメインイベントを第13試合目に組まれていました。で、ヒーローズルール、1ラウンド10分で、2ラウンド目が5分ですね、の85キロ契約の試合だったんですけども、で、当日、減量、計量の当日を迎えるんですけども、その前にその夕方、そのサウナの場所でですね、ちょうど次の日、その同じ日に試合を控えていた正人選手、キックボクシングですね、 K1 の正人選手と一緒になりました。で、まあ、お久しぶりということで、正人選手は、自分がちょうどパンクラスの頃ですね、引退する前とかにちょうど独立をしましてですね、で、まあ、自分でそのいろんなジムを転々としてたらしいんですけども、その時にその一つの練習場所として、そのパンクラスのジムを貸してあげてたことがあります。で、それがきっかけで、その自分のその引退試合になったそのコロシアム2戦でも第3試合でそのキックボクシングをしたんですけども、まあ、それから7年後ですね、まさか一緒にその同じ試合に出るとは思いませんでした。で、たまたまこの日は自分がその桜庭選手の相手としてそのメインだったんですけども、もうその第3試合に出てた正人選手は7年間の間でやっぱり K1 のそのミドル級ですね、K1 マックスでどんどんその実力もその知名度も上げていって、もう本当に全然上の、トップクラスの、メインイベンターに、成長していたという、まあ、それもまた7年間が経ったんだな、あれから7年経ったんだなというふうにその、すごく感慨深い、思いをしながら2人で汗を流していた記憶があります。そして、前日計量ですね、当日の朝、前日計量、前日の朝なんですけども、前日計量で、計量は、うまくその84キロ台で、85キロをクリアしました。で、桜庭選手とそこで前日にも会うんですけども、やっぱりそのなんかそのすごく違和感というかですね、それまで、普通に接していた桜庭選手がなぜか自分とその目を合わせない、ちょこっとこうお辞儀はするんですけども目を合わせない、なんか俺悪いことでもしたのかなって、そういうなんか不思議な気持ちになった記憶があります。で、すぐに水分を取りまして、スポーツドリンクですね、とおにぎりを食べて、それでリカバリー、体重をリカバリーするんですけども、夜は、やっぱり美味しいものを食べたいので、ステーキとサラダですねを食べた記憶があります。で、体重も88まで戻りました。で、当日を迎えるわけなんですけども、当日はですね、朝、前日ですね、前々日は計量がありますので、水が飲めないので、あんまりその、よく寝れなかったので、その前日はしっかり寝れた記憶があります。マッサージもしてもらって、それで当日起きました。やっと来たかなと、その復帰宣言をしてから半年かけてこう作り上げてきて、それでいろんな取材とかですね、もう受けて、で、たくさんその練習もして、苦しい練習もたくさんして、ようやく本番迎えられるなっていう、そういう気持ちで、起きた記憶があります。単純に嬉しいなんですけども、不安もあります。やっぱりその7年間のブランクはどんなものなのか、その7年間、いろんなことありました。ここで言うとキリがないんですけども、苦しいこともかなりありましたので、そのトンネルをですね、ずっとそのやっぱりそのリングというその表舞台から裏の中でですね、なんかそのトンネルの中でずっとその7年間生活をしていたような気分でその生きていましたので、そのトンネルからですね、ようやく抜けれるんだ、
で抜け、その入場式がそのトンネルを抜けた瞬間のような気持ちになったんですね。でまあ船木正勝と久しぶりにですね、あの大きな声でそのコールを受けて、それでこう入場すると、そこがですねやっぱりその、まあ、泣きそうにもなるんですけども、嬉しい泣きなんですかね、やっぱりそのやっとかと、そういう感覚で、すごく嬉しい、なんか本当に感慨深い、そんな気持ちで入場式を受けた記憶があります。そして、試合になります。桜庭選手ですね、やっぱりその前日の計量の時と同じような空気でこうピリピリしてるなんか感じがありまして、なんかそれまではやっぱりその解説をしながらですね、桜庭選手と何回か会って、それでまあちょこちょこっとその話をとかして、それでまあだいぶ仲良くなった感覚があったんですけども、なんかその延長で、なんかその練習の延長ですね、練習の延長でなんかその試合に向かってたのかもしれません。なのでその桜庭選手の異常なそのピリピリ感、普段見せることないようなピリピリ感がものすごくその不思議に思いましたね。 なぜかやっぱりその、向こうはその戦う気持ち でこっちはその練習の延長ですねの感じ、日常の感じで試合に上がってしまったような気がします。なので蹴りとかもですね、練習の時の蹴りをイメージしてると全く違う蹴りが飛んできて、すんごい痛いなっていう記憶がありましたね。パーンと蹴られてものすごく痛い。それはそれまでまあパンクラスでたくさんいろんな選手の蹴りを受けてたんですけども、その時はやっぱりその戦う人間の気持ちですね、やっぱりそのアドネラリンとかをものすごくその出した上で戦ってましたので、正直何を受けても痛くないって、そんな感覚だったんですけども、この時はですね、この時だけは本当に蹴りが痛いと、全くなんかその、味わったことのないような蹴りが飛んできてちょっとびっくりしました。あんまりそのやっぱりグラウンドが得意なので、あんまりその近づいて、行ってその捕まるよりもはその打撃で勝負をしようって、そういう作戦を立てていたんですけども、レフリーがですね、アクションってこう声かけられて、あまりにもこうお互いその攻撃 しなかったので、アクションって声かけられた瞬間に、なんかその自然に、あ、動かなきゃっていうふうに思ってしまって、自分の方からこう打撃を出してしまって、でまあそんな大した打撃じゃなかったんですね、躊躇した打撃なので、そこでやっぱりその後手後手に回ったというか、桜庭選手にすぐタックルで捉えて上になられました。で上になられた時も冷静にですね、対処でこういうふうに来たらこうしよう、ああいうふうに来たらこうしようって、そういう対処だけをしようって心に決めたんですけども、なかなかそういうふうにはうまくいかなくて、それでまあ普通にサイドポジションを取られてしまいました。でアームロックの形になってるの分かったんですけども、もう力じゃ絶対取られないだろうって、そんなその過信もありましたので、自信もありましたので、ずっとこうやってこう腕をこうやってこう手を組んで取られないように待ってたんですけども、一瞬の力ですね、一瞬の力で相手の力がファッと抜いた瞬間にこっちも力抜ける時あるんですね。なんですけども、その瞬間相手がパッとその、手を取るですね、そういうそのテクニックがあるんですけども、全くそのテクニックを忘れてました。なので取られた瞬間、あ、やられた、あ、その取り方があったかってこうパッとその瞬間思い出して、なぜか練習でもですね結構タップしてしまいましたので、普通にこう叩いてしまいましたね。なので全く我慢もしてなかったです。もう普通になんかそれまでのその半年間の練習の延長のような体の癖でですね、取られたらすぐ叩いて、それでまあ、それが試合だったので、もうそこで終わってしまいますね。なので、やられたなと、なんか思ったんですけども、なぜかですね、全然、悔しさがですね、その瞬間なかったんですね。なぜか。それもよく分かんないんですけども、やっぱそのやられたら悔しいっていう、そういう気持ちで行かなければいけない。なのにその悔しさも分かんない、不思議と。
でまあなんかあの後で映像を見るとちょっとにこやかな顔で桜部選手とこうありがとうみたいなそんな会話をしてそれで帰るんですけど、何が足りなかったか、有名なんですけども、アイオブザタイガースね、ロッキー3の、有名な戦う人間の戦う心を取り戻すというそういうこと、そういう映画だったんですけど、全くその通りで、日常の人間ですね、結局はその桜庭和志というその自分が引退した以降も7年間その現役で、戦い続けてきた人間と、現役を終えて7年間日常のその生活をですねして過ごしてきた人間の、差がですね明らかに出たと思いました。まずそのアイオブザタイガー、戦う心を取り戻さない限りは二度とその自分の目の前に、勝利は来ないと実感しました。そこから先はですね、ずっとそのアイオブザタイガーですね、戦う心を取り戻すことを、頭に入れながらそのトレーニングをしていった記憶がありますね。ただなかなかその7年間その眠っていたですね、そういう気持ちというのはなかなかその取り戻さない、取り戻そうと思っても出てこないです。だからそれぐらいそのやっぱりその時間がですね長かったということで、でもう一回その起こさなければいけないその気持ちを、ものすごい辛い作業だったと思います。でその夜はですね12月31日2007年の31日の夜は、ちょうど一緒に泊まっていたホテルで前田さんと同じホテルでしたので、前田さんの部屋に行ってそれで、年越しをしました。ね、なんですけどもその時前田さんに入場の時船木顔色おかしかったよな、で船木どうしたんかなと俺思ったよ、こんなんで試合して大丈夫なのかなと思ったよっていうふうに言われたんですね。なのでもしかしたらもう前田さんにその時点で見る人が見ればですねその時点でその自分が戦う心がない準備ができてないそのままですねリングに上がってるというそういうやっぱりそのものすごい危険なことをですねしようとしているのが分かったのかな、前さんもしかしたらそれ分かったのかな、そうです、あの時ちょっと感動しちゃったんです自分は、バカだろバカだなんかバカじゃないかお前ってこれから戦うのにそんなんじゃダメだぞそんなことを言われた記憶もあります。